パパジーンズタイニーハウスプロジェクトインジャパンスターティング、ただいま高良町に着きました。時刻は10時、7分です。気温は26度、今日は6月29日土曜日です。お天気は朝ものすごい曇ってたけど、もう今日はちょっと晴れてきました。なんか暑くなりそうな感じもします。今日は頑張って、外のトリムをスタートしたいと思います。でこの南側の台所の窓3つもの枠も完成させたいと思います。どうなるか分かりませんけども、今日はこの面を作っていきたいと思います。でこの窓の枠ですね。で、正面も作業できます。であとこの部分の緑色の軒点というか、それも貼っていきたいと思います。今日はどこまでできるか分かりませんが、その2つできたらいいなと思います。ただいまの時刻は12時15分前です。まずこのトリムをこれとこれをインストールしたいと思います。でここにタイヤがつきます。なんでこんなところにタイヤがつくかといえば、これはトレーラー風のデザインにしたいと思うからです。12時10分前ですが、お腹が空いたからもうお昼にしたいと思います。今日もノットエキサイティッドのご飯を持ってきました。ワンパターンで、サンドウィッチです。作ってきました。朝で、あとはこの2種のおこわ弁当です。これをチンします。お外は、すごくいいお天気になってきました。でも蒸し暑いです。ちょうど お弁当が マイクロウェーブで温まりました。これはおこわ、2種類のおこわとこの豆腐バーガーみたいな感じ、醤油味付けです。あ、で、ちゃんとこんにゃくやらサバやら入ってます。これ割といい感じやな。で、あとこれが朝作ってきたレタスと平天のサンドイッチです。味付けはマヨネーズです。これは6枚切りの5枚切りのパンを半分にスライスしてます。それではいただきます。あ、ちょうど高良町の12時の恋は水色のミュージックがスタートしました。ものすごいいいお天気だった。今日は曇りや言うてたのに、蒸し暑いです。
ただいまの時刻は2時15分前です、まずこれをインストールしました。この縦のトリン、それとあとこのちょっと下の部分です。で今こっちのトリムをインストールしようとしております。はい、今からこのババ家からスキャベンジした銅のダウンパイプを展開して、銅板を作りたいと思います。ネチ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 とやります。はい、このネチネチ仕事はこのパイプからこういう銅板のシートメタルを作ります。もうすでに1、2、3、4枚作りました。4枚作りました。まずこの銅板を、銅パイプをこのヘラで こうキュッ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 としてこう開きます。こうやって開きます。ちょうどこの缶詰のシールみたいな感じ、ここが、はい、これを開いたらこれを開きます。両手で開きます。今片手で撮影してるから無理ですね。こうやって開きます。これをこういうとこ、このエッジをこうまっすぐします。片手で撮影しながら片手で作業しております。はい、この銅板はここのところに使います。まず木で作って、それをこの銅板で、
木をプロテクトします。その後ろも銅板を張ります。そしたらなんかこうトレーラーの感じが出るはずです。全部廃物利用です。今日は蒸し暑い日でした。今日やったのはこのトリム、このトリムでこの辺のことをやりました。明日は雨みたいやけども、もし晴れたらこの窓のあたりとこれをこの辺のことを完成したいと思います。5時になろうとしております。もうお天気も良くて、ちょうど高良町の5時の、こちらは防災高良町です。ただいま午後5時をお知らせします。もう疲れたから帰ります。はい、Thank you for watching. See you tomorrow if it's not raining.